はい、皆様どうもこんにちは、大久保でございます。綺麗な肌とか強い肌を作っていくためにはやっぱり保湿力が大事ですよね。美肌の作り方がよくわからなかったとしても、とにかく保湿さえしておけばいいみたいなところってあるじゃないですか。だからみんな化粧水を使ったりとか乳液を使ったり保湿剤を使ったりしていくわけなんですけれども、今日は最強の保湿剤、僕がいろいろと試してきた中で、まあ、これ保湿力だけで言ったらこれが最強なんじゃないかっていうものを紹介したいと思います。このチャンネルでは美容大好き30代男性おじさんのこの私大久保がですね、美容関連の製品だとかサービスを紹介しておりますので、美容に興味があるという方は、男女年齢問わずですね、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。そして何か気になっている美容関連の製品だとか美容整形があればですね、ぜひどしどしコメントいただけましたら、私の方がですね、まあ、できる限り実践して、まあ、美容整形とか難しいものもありますけれども、実践したりとかしてですね、こうレビューしていければと思っておりますので、コメントいただければ嬉しいです。はい、ということで本日の商品なんですが、これプロペトっていう商品です。商品というか、これは一応医療用の医薬品に分類されるものですね。プロペトって何っていうことなんですけれども、皆さんワセリンって聞いたことありますかね。ワセリンとか、まあ、このプロペトもですね、一般用医薬品として、まあ、医薬品なのかな、ドラッグストアとかにも普通に売ってますよね。ワセリン、プロペト、サンホワイトとかね、このあたりのものは、全てワセリンに分類されるものになります。そもそもワセリンって何なのっていうことなんですけれども、ちょっと間違えたこと言うといけないので読みますね。ワセリンは石油由来の炭化水素類の混合物なんです。で、これ何っていうことですよね。一応僕はですね、薬学の博士号を取得しているわけなんですが、ワセリンは石油由来の炭化水素類の混合物ですって言われても、何っていう感じなんですよね。別にここって多分重要じゃないと思うんですよ。で、要は何なのっていうことなんですけど、ワセリンってこう多分油をね、こう固めて作ったようなものなんですよね。基本的に医療用として使う場合はこれ単独で用いるっていうこともあるんですけれども、ここにプロペトとかワセリンに何か別の薬を入れる、例えばステロイドって聞いたことありますかね、ステロイドとか別の薬を、別の塗り薬をこのワセリンとかプロペトとくっつけるというか、こう混ぜ合わせてね、使っていくっていう場合が多いです。そのままステロイドを塗るとこう広がりにくかったりするので、こういったワセリンとか、まあ、保湿作用のあるね、軟膏基剤と呼ばれるようなものとこうミックスしていくことで、より塗りやすくしていくようなものなんですよ。なのでこれ自体にはね、特にこう医療の成分みたいなもの入ってないんですよ。こう油の塊みたいなものだと思っていただいてもいいのかもしれません。で、一応これって石油由来の製品って聞くとですね、何か危ないんじゃないかって思われる方いらっしゃるかと思うんですが、このプロペトとかワセリンってこう口の中のケア、粘膜のケアにも使われるようなものですので、口に入ったからといって特別悪い影響っていうのはありません。だからといってね、これ食べたらダメですよ、食べたらダメですよっていうか、食べる人いないと思いますけど、ちょっとこれね、ジェルみたいになってるから、こうジェルみたいに出してね、こうバクって食べたりとかすると、これパーって口の中に入れたりするとダメだと思いますけれども、そういうことしちゃダメですよ。ただ口の中のケアに使うこともできるから、口の中に入ったとしても大丈夫ですので、これを顔中に塗って唇についたりとか、ね、そのリップの代わりにこれを塗ったりとかしても全然大丈夫です。はい、で次ですね、ワセリンとプロペト何が違うの。プロペトってワセリンの一種っていうことは説明しました。じゃあプロペトとワセリン何が違うのっていうことなんですが、まあ、ぶっちゃけほとんど一緒です。ただこのプロペトっていうのはワセリンよりもさらに不純物が少ない純度の高いものなんですね。つまりどっちがいいものなのかって言ったら、まあ、おそらくプロペトの方がいいですよね。うん、いいんですよ。ただもちろんその純度が高いっていうことは製造工程にそれだけコストがかかるっていうことになりますので、プロペトの方がコストがかかる、つまり高いっていうことですよね。で、実際にこうワセリンだと少しこう肌が荒れてしまうっていう方も中にはいらっしゃいますので、そういう方にはこっちのプロペトをね、より純度の高いプロペトとか、あとはサンホワイトって呼ばれるようなものを、使用していくといいって言われたりするんですけど、正直そんなに変わらないと僕は思います。うん、ただ塗ってみた感じがね、だいぶ違う。ワセリン塗ったことある人っていらっしゃいますかね。ワセリンって塗ると結構ゴワゴワしてて硬い感じの印象になると思います。ただこのプロペトってね、すごくこう広がりやすくて、まあ、確かにこうベタベタはするんだけど、ワセリンみたいに硬いカチッとしたような感じじゃなくて、少しこうサラサラするというか、うん、広がるようなイメージがあるので、
僕はこっちの方が塗りやすいのでこのプロペトを使ってます。別に肌荒れとかがないよっていう方であれば、ワセリンを使っていただいても全然いいかなと思います。はい、で次ですね、これは医療用のプロペトになるんですが、市販のプロペトっていうのもドラッグストア等で販売されています。で市販のものとこの医療用のもの何が違うの？それこそ全く同じです。市販で売られてる例えばロキソニンとか医療用のロキソニン何が違うのって言ったらパッケージとかが違うだけで、実際物自体はもうほとんど一緒なんですね。あの製造のメーカーによって中のこう添加物かなとかが微妙に違うっていうことあると思うんですけれども、それがこう効果とかね副作用とかに与える影響ってやっぱ少ないんですよ。もちろんありますよ、その添加物によってアレルギーが出ちゃうとかね、いろいろ言われることあるんですけど、あるんですけど、まあ、ぶっちゃけ一緒だよねっていうところが大多数の見解です。でこのプロペットももちろん一緒で、市販のものであってもこの医療用のものであってもね、ほとんど一緒です。医療用のものを手に入れようとするとですね、医師の処方箋が必要になって、その処方箋をもらって調剤薬局で、このプロペットをね受け取る、まあ、この形かこう壺に入ってるパターンもありますけれども、さまざまな形に変えてねこう受け取るということになりますので、まあ、手軽にこうプロペットを手に入れたいという方であれば、普通にねこうドラッグストアとか行っていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、で最後ですね、もう私自身がこのプロペットをどんな風に使ってるのかっていうことなんですけれども、まあ、僕自身はこれを寝る前に塗る、ただそれだけです。もう保湿力がものすごいんですよ。一回多分塗ってみれば分かるんですけど、本当にベタベタになるんで、まあ、今このご時世だと一日中家にいるよ、ね、リモートワークとかで一日中家にいて人に会うことはないよっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方であれば一日中プロペット塗ってても全然いいかなと思うんですが、外出する時にねこうプロペットを塗ってると明らかにベタベタで、そのマスクとかもねもう顔にくっついちゃうような形になるんで、あの正直ね日中はあまりおすすめできません。ただ寝る前であれば別にベタベタでもいいじゃんということで僕はこれを塗ってます。もちろんこう仰向けにしか寝れない、もううつ伏せになったら全部こうなんだろう、タオルとか枕の上に引いてるタオルとかが全部こう顔についちゃうみたいなところがあるので、うつ伏せに寝るのは難しいんですけど、仰向けにさえ寝ることができればこのプロペットめちゃめちゃおすすめです。保湿力だけで言ったらね。ただですよ、このねプロペット先ほども申しました通り何の成分も入ってないんですよ。何の成分も入ってないって言ったらこの丸一製薬さんに怒られちゃうかもしれないんですけれども、もともとはこう機材って言ってね他の薬と混ぜ合わせるためのものなのでベースのものなんですよね。なので逆に何も入ってちゃいけないんですよね、この中に。その何か作用を起こすようなものが入ってちゃいけない。だからこそその美容成分とか美白作用とかビタミンとかそういったものはこれには期待することはできません。ただ保湿力だけで言ったらめちゃめちゃ強いよって。ですのでこのねプロペトを塗る前にはしっかりこう夜のねスキンケアみたいなことを行っていただいて、美白成分とか美容成分をしっかりと肌の中に取り込んでいただいた上でこのプロペトでカバーしていくというのがいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は僕が保湿力が最強だと思う美容関連の製品ですね、プロペトを紹介させていただきました。こうプロペトって別に美容関連の製品なんでもなくて軟膏の機材なんですよね。本来であればその保湿っていうところだけに特化したものではないんですよ。あと医療用のものでいうとヒルドイドなんていうものがこう保湿で結構人気があったりとかねよく処方されたりするんですが、僕ねヒルドイドを塗るとなぜかわかんないんですけどちょっと肌がピリピリするんですよね。痒いところまではいかないんだけどなんかこうピリピリして気になってかいてしまうみたいなのがあるのであまり好きじゃないんですよね。ごめんなさいねマルコさん。僕はねそのヒルドイドがなんかちょっとピリピリするっていうのがあるので、何かないかなっていうのをずっと探しててこのプロペトにたどり着いたっていう感じですね。普通の乳液とかでも全然いいと思うんですけど、やっぱり乳液ってねなんか塗ったのにあれこれ塗ったっけぐらいな感じになることってありません？皆さん。すごく高いものを使えばまた違うのかもしれないんですけれども、まあ、一般的に市販されているこうガッて、ね、大量に使うことができる乳液とかを塗ってもあれ塗ったっけぐらいな感じにすぐなっちゃうんですね。僕すごい乾燥肌なので、なのでそんな時にもね、すごく使いやすかったのがこのプロペトということで今回紹介させていただきました。はい、ということでこのチャンネルでは、まあ、病院で薬剤師をしていたこともあります。私の経験とか知見などを活かしながらですね美容関連に特化した製品サービス美容整形などの情報を発信していければと思いますので、美容に興味がある方は男女問わずチャンネル登録してお待ちいただけたらと思います。そして気になることがあればですねぜひコメントいただければ、そのコメントいただいた商品に関してレビューしていこうと思いますので、どしどしコメントいただければと思います。はい、ということで今日はここまでです。バイバイ。